それでは、早速ですが、基調講演1、気候変動対策において、健康を主流化するための新しいパートナーシップづくり、と題しまして、ウェルカムトラスト、気候と健康担当ディレクターのアラン・ダンゴ様より、ご講演をいただきます。ダンゴ様、よろしくお願いいたします。はいどうもありがとうございます。オープニングのコメントもありがとうございました。このイベントのですね、トーンを方向づけたのではないかというふうに思います。 今日はここに来ることができまして大変光栄に思います長崎大学の方からもご招待いただきまして誠にありがとうございます大変嬉しく思っていますアラン団子と申しますワーカムトラストの気候と健康担当のディレクターでございますある都市で暮らしていると想像してください夏中40度の年だったらどうでしょうかまた。 食料を育てるのが異常気象や高気温のために難しい都市に暮らしていることを想像してください。また、マダリアやデング熱を媒介するような蚊がいるような都市に住んでいることを考えてください。それは遠い都市のことでしょうか違います。長崎のような町のことを考えています。数年後にはそうなる可能性があるのです。今日は気候変動とそして健康の つながりということで考えていきたいと思います。これはとても重要です。気候は変動しています。それは未上位の状況で変わっています。これが劇的なインパクトをグローバルヘルスにもたらします。この後、お時間をいただきまして、皆様に私とように認識していただきたいのです。こういった変動というのが、世界の健康に大きな影響を与えるということ そして気候変動がどのような形で健康に影響を与えるのかを考えていただきたいと思います。今の、そして今後の健康に対する影響、そしてグローバルなサイエンス、あるシーのコミュニティとして何ができるのかを考えていただきたいと思います。 やはり、この健康というものをですね、気候変動の行動の核においていただきたいと思います。グローバルヘルスを守り、そして未来の人口を守っていきたいというふうに考えます。こちらのバーチャートをご覧ください。世界の気温変化を示しています。1850年から2022年度までの推移ということになります。これは 1970年、そして2000年のです、ね、平均気温に対しての相対値ということになります。この20年間、劇的に世界の気温の中央値が上昇してきました。Y 軸をご覧ください。こちらが0.6ほどとなっています。そして今、世界の気温ですけど1.1、1.2度、1990年代よりも上昇していることが分かっています。 そしてこちらは日本の気温の変化を示したものです。ここで興味深いのは y 軸が1.5度まで伸びているということです。要するに日本の気温の変化というのはグローバルの平均を上回っているということです。この気候変動は世界に違う影響を与えます。1.5度。 暖かくなっているというのは大きな大きな人間にとっての挑戦となります。そして地球にとっても大きな挑戦ということになります。残念ながら予測される気候変動ですけれども、さらに悪化すると思われています。こちら左側をご覧ください。2つの線を見せています。 世界の平均の地表面温度の変化ということで、2100年まで見ています。青い線ですけれども、我々ができる限りのことを気候変動に関して対策を取ると。例えば、十分にですねこの緩和策を取って、化石燃料を使うのをやめた時には、世紀の終わりには1.5度高いということです。赤い方です、ね。我々は赤い線で上昇しています。危険な線です。 要するに全く心配していない、何もしないといった場合です。これはですね、政治家の問題ではない、他のこと忙しいんだという考えでいきますと、3度から4度、この世紀の終わりには上昇していることになります。申し上げましたように、この気候の変化ですけれども、そして温度の変化ですけれども、地域でインパクトが違います。そして、左の青と赤の シナリオということで右にどういった影響があるのか地表面温度そして降水量の変化を示しています特にですね脆弱の国ではどうなるのか3度4度上がった時北極は10度上昇することになって氷がすべてなくなってしまいます日本のどの島国ですけれどもこの海抜ですけれども20センチも上がってしまいますのでそういった世界では暮らしていきたくないということになるでしょう ということで、学者として引退した私だけがそういったことを言っているわけではありません。たたくさんの論文を読んで、こういったことをただ単に言っているわけではありません。ネイチャー氏などを読んだ人がそのように言っているわけではないんです。これは受け入れられている状況なのです。こちらがデータです。グローバルリスク報告書ということで、世界経済フォーラムが発表したものです。世界の大企業が何を言っているのか。今 現在のリスク、そして今後10年間のリスクをこのようにまとめているわけです。世界が大企業として考えているリスクというのはどういったことでしょうか。まず気候変動緩和策の失敗があります。また気候変動への適用の失敗があります。3つ目、自然災害と極端な異常気象となります。緑の部分のリスクですけれども、これは。 グローバルなビジネスのコミュニティが特定したリスクということになります。そして、大変心配していることがわかります。これは将来に向けての心配ということになります。IPCC ですけれども、こちらのように最新の報告書の中で5つの主要なリスクがあるとしています。これは人間の傾向に対してです。極端な熱波、豪雨、干ばつ、そして、 火災を起こすような気象、そして海洋の温暖化、そして酸性化が起こると考えています。これはさまざまな魚類だったり、その海からの食べ物に影響を与えるでしょう。最新の IPCC の報告書には、このようなサマリーが載っております。こちらの要約です。こっちらの要約の4つの文、読みたいと思います。 ステートメントの最後に IPCC はその内容の核心度について書くことが求められています。どれだけのエビデンスがあるのか示しているものです。気候変動は人間の福祉と地球の健康に対する脅威である。この核心度は非常に高いとされています。すべての人々にとって住みやすく持続可能な未来を確保するための機会は急速に閉ざされつつある。確信度が非常に高いです。 気候変動に対する強靭な開発は適用と緩和を統合し、すべての人々の持続可能な発展を進めるために必要であり、脆弱な地域、部門、およびグループを特に対象とした適切な財政資源のアクセスの改善を含む国際協力の強化が必要であるとしています。これも確信度が高い。最後が特に不安を感じるものです。この10年で実施される選択と行動は、今すぐに影響を及ぼすだけではなく、 何千年にもわたって影響を及ぼすでしょうということです。今だけではありません。明日だけではありません。来年だけではありません。今すぐに影響をもたらし、そして何千年にもわたって影響が続くということです。ということで、赤で3、4度上昇することを有するのか、それとも青い線にするのか。 青い線であれば、やはり世界の上昇というものを2度以下に保つことができる、それは我々の選択肢であるということです。この選択肢が何千人のインパクトをもたらすということになります。それでは、環境と健康のつながりを見ていきましょう。気候変動、極端な気象現象、炭水の枯渇などがありますけれども、これらは健康に3つの影響をもたらします。1つ目は直接的な影響です。 熱波です日本でも異常な熱波を経験したかと思います。多くのヨーロッパの都市、40度を超えることがあります。もうこの時期でも超えることがあるということで、これは未曽有のことです。2二つ目は生態系を介した影響です。自然です。例えば、媒介生物による疾患、水による疾患などが含まれます。メンタルヘルスへのインパクトもありますし、食料や栄養にも影響があります。 また、社会的に媒介された影響があります。これは理解が難しいんですけれども、環境への影響がこういったことをもたらす、世界の一部が住むことができない状況になってしまいます。そして、そういったところでは社会が崩壊します。そして、暴力だったり、移動が起こることになります。 ということで、この3つのですねテーマのもとではディスカッションが進んでいるわけです。そして、これらのパックに関して考えなければならないということになります。それではまず気温を見てまいりましょう。これが死亡率にどういった影響を与えるのかということです。青い線ですけれども、これ、世界のさまざまな地域を示しておりますけれども、そしてほとんどのことを言っていることは同じなんですね。 まあ、あの青い線ですけれども、寒冷による超過死亡ということになります。そして赤い線ですけれども、熱中症による超過死亡ということになります。ということで、このトレンドですけれども、平時的に見られているわけです。さまざまな気象のシナリオで見られるわけです。ま,あ、まとめますとです、ね、今もちろん、寒連による超過死亡というのは、熱中症によるものを上回っています。しかしか世界でであらゆるところで 時間とともに、そして世界がどんどん暑くなる中で、寒冷による死亡が減り、そして日常による死亡が増えるということになるわけです。そして日本のように高齢化の社会におきましては、日常によるですね、この超過死亡というのは大きな死亡の原因となります。ということで、日本ではこの気候変動に関する法律がま支出されました。そしてこの 熱症、そして温暖化に対するアクションを取るということが決まりました。これは気候変動によって多くのリスクにさらされるということを日本政府が認識したということになります。特に高齢者に関しましては、暑さによる影響が大きいということになります。このエビデンス、世界的に広がっています。これは我々の同僚が書いた論文です。気候変動にによるさこの 強化死亡を見ています熱中症によるです、ね、この死亡ですけれども、やはりこれは気候変動に起因するということが明らかになっており、すべての大陸でこれが見られているということになります。ということで、暑くなれば多くの人々がこの熱中症によって死亡する可能性が高まるということです。病院や医療制度がそれによってですね、対応に苦戦することになります。そしてもう一つが、 このエコシステム、要するに自然を介した影響ということになります。最もよく知られているこの影響というのは蚊が媒介する疾患です。蚊というものは好む環境が決まっています。それがやはり暑く質問の高いところにこれまで限られてきました。しかし環境の変化によって暑い、そして質度が高い地域が世界で広がりまして蚊も広まります。そして マダリア、デング熱、多くの国、そして地域で原染感染を広めることが分かっています。これまでなかった地域でも広がるのです。これは大きなリスクとなります。多くの人が暴露されます。これまで,までマダリアの 電線を知らなかったような国でもリスクとなりますそして医療制度も新しい疾患のアウトブレイクに対応しなければいけなくなってしまいますですのでここにも教訓があります気候変動がとにかく医療制度がきちんと準備を整えそしてレジリエントでそしてこういった新しい疾患に応えることができるようにしてなければなりません ですので、最悪のシナリオということを考えますと、本当に我々が最悪の選択をしてしまいますと、そして GHG の排出などを抑えるということはしないと、世界では50億人ほどの人々がマラリア、そしてデング熱、こういった媒介の疾患のリスクにさらされるということになるわけで、これは大変重大なリスクだと言えると思います。そして、 作物の収穫量も見てまいりたいと思います。まあ、こういったことに関わっている人はよくご存知だと思います。休暇中に水やりを怠ると作物は死んでしまいます。それが世界のあらゆるところで日々起こっているのです。多くの国、多くの地域で食べ物を育てるのが難しくなっています。これは世界銀行の、まあ、古いデータでございますけれども、えー、左側です。これはですね、 10から10人の世界で食べられている穀物のです、ね、収穫量を見せています。緑ですけれども、ヨーロッパの北側ですね、そして北米、そしてアジアの北側ですけれども、収穫量が増えるでしょう。こういった国では、作物を育てるのが容易なんです。しかしながら、最も人口が多いアフリカだったり、南アジア、東南アジアに関しましては、こういった穀物の収穫量が減っていくということになります。 そして、そー,スデートとともにこの穀物量が上がることになります。そして貧しい人たちが食べ物を買えなくなってしまう。そして社会が破綻してしまいます。これは2008年、2009年に実際に起こりました。その時には食料価格が急上昇したんです。こちら、いろいろな形が起こります。2008年2009年に特に特これはお く起こりまして、3040カ国で暴動が起こりました。多くの人々がパンを買うことができなかったのです。これが我々を待ち受けているわけです。我々がこのまま間違った選択をし続ければ、こういった状況になるわけです。ということで、どういった選択肢があるのか、とにかく緩和策を取るです。要するに GHG の排出量を減らすということです。 そして人間の健康に最悪のことが起こるのを止めるということです。また世界の大部分ですけれども、例えばアフリカ、アジア、まあ、こういったところではすでにもう実際に気候変動のインパクトが見え始めているのです。ですので、そういったところでは環境に適応していかなければなりません。そして特に脆弱な人々の,その健康を保護していかなければなりません。世界の各国は何をしているのでしょうか。 温室効果ガスの排出を減らそうとしています GHG です。これが縦軸ですけれども、この青い線に沿って下がっていったときにどうなるのかということです。ということで、昨年のこの光景によりますと、これは黄色い線ということになっています。ということで GHG は排出が削減されるでしょう。でも、それはすぐのことではないということになります。これが壊滅的な影響を持たせます。3 4度 気温は上昇するでしょう。そして先ほどの赤い線の状況になってしまって、それを我々避けなければならないわけです。そしてどういった代償があるのか、この経済的なコストはとても多いです。3度上昇した世界で、どういった代償をしなければならないのか。こちらですけれども、GDP の10から12%は少なくともですね、このを占める被害が発生すると考えられています。例えばですね どのようにしてその海抜の上昇を抑えることができるのか、まあ、そういったことでやはり GDP12% 止めることができるんですけれども、しかしその方法は分からない。今分かっているのは化石燃料を使うことを止めることだけということになっているわけです。ということで、やはり健康へ。 ののベベネネフフィィッットトととといいううももを考えらられれるわけですすすここは温室効果ガス削減政策がたになりますやはり化石燃料を使うことをやめれば健康に大きな大きなベネフィットがもたらされるわけです。より健康なライフスタイル、アクティビティ、そして空気がきれいになることによってこれらのベネフィットがもたらされるわけです。これ、我々の手の届くところにあるわけです。そのためには正しい政策を選んでいかなければならない。 とということになりますウェルカムはグローバルなファンダーとして4つの戦略の分野を見ています。これは健康とそして気候変動を結びつけるものです。このリンクを理解し、そして健康緩和がもたらすそのベネフィットを理解しなければなりません。そして健康を守るために最も効果的なアクションということも考えています。健康を この気候変動対策の中核に置くことが我々のミッションです。ということで様々なエビデンスが作られてきました。そのエビデンスにフォーカスし、エビデンスに基づいて政策の変化をもたらしていきます。そして、そういった政策のアクションを促すようなエビデンスの生成に集中していきます。 研究者だったり、提唱者、資金提供者、国際開発パートナーを含む、特に G7 のこの保険証などを含んで、気候変動と結構に関する新しい分野の開発と構築を促していきます。IPCC 報告書のように、気候変動は早く起こっています。また、我々が思っていたよりも大規模に起きています。緩和策はこれまで政府によって約束されてきましたけれども、十分に提供されていません。ですので、とても 危険な領域、要するに今後10年間で少なくとも1.5度の温暖化に向かっていることになります。今後20年、30年ではさらに上昇するでしょう。ということで、今、この持続可能な開発目標を達成する可能性、これというものは保証はないわけです。それを達成するためには気候変動のインパクトを理解しなければなりません。また、気候と健康が交差していることを認識しなければなりません。 そして、健康、医療システムにこの強靭性を組み込み、脆弱な人々を守らなければなりません。そのためにはアドボカシーが必要です。この部屋にいる皆様が気候変動について、健康について常に語らなければなりません。そして、どのようにしてこの政策の行動が取られるのかということを考えなければなりません。これはただ単に気候変動と健康の問題ではありません。 農業も関わっています。気候と食料システム、そして水、衛生、そしてインフラも関わってくるわけです。気候変動が全てを変えるわけです。そして今やっていることは不十分です。我々を守ることができないのです。ご清聴ありがとうございました。